やっとだな。長かったぜ。でもこれで。ああ、楽しみだな。広場の方だ。どうしたのだ。何やら慌ただしいようだが。あ、ねえ、向こうから来るのって。いや、あんたたち、すまないことをした。スルドは見つからなかったろう。何があったか全部承知のようだな。ああ、あんたたちに伝えるのを見越した上で画声を教えられたようだ。どうやら思っていたより、俺はデダイムに嫌われていたらしい。何のためにそんなこと。大方あんたたちに首を突っ込ませないのだ。俺に思い知らせるためだろうな。あんたたちがいない間に別の部隊がスルドを捕らえたという知らせがあった。いたのはまるで関係ない場所だったよ。そうか。だがよくスルドを捕らえられたな。味方の被害は。それが聞いた話じゃ、スルドは手下も連れずろくに抵抗しなかったそうだ。マスターコア、スルドのマスターコアは。すまないが詳しいことは聞かされていない。近く広場でデダイムが勝利宣言を行うんだが、俺はその間ずっと町の外で警備を仰せつかって、今から出かけるところだ。スルドの処遇もそこで発表されるんだろう。よかったら俺の代わりに見届けてくれ。それじゃあな。スルドが無抵抗で捕らえられる、そんなことがありえるの。知っての通り、よその事情には疎くてね。どうも気になるな。マスターコアのこともあるし、バイフォンの言う通り見届けた方が良さそうだ。それまではここに留まることにしよう。デダイムがスルドをどうするつもりか気になる。勝利宣言の時まで宿場で休もう。敵の視界を捉えたのだ。無理はあるまい。とはいえ、まあどうにも落ち着かないな。これがみんな解放されたダナシンなのか。ああ、町はこんなありさまでも人はこうして生きている。スルドの処遇も決めるという話だった。実際のところどうするつもりなのだろうな。それは。スルド、アウメドラ・カイネリス。やめよ、憎しみからは何も生まれぬ。取り返しのつかないことに。これが裁きだというの。エルガイの果実か。
だから言ったではないか。憎しみからは何も生まれぬ。まさかダナの魔女か。あの時根絶やしにしたものと思っていたが、さては生き残りがいたか。おいリベル、うるさい。私はこのためだけに生きてきたんだ。邪魔するならあんたも殺す。お前、殺してやる。絶対殺してやる。連中みたいな顔で、あの女を殺させちゃダメだって。あの女がしたこと、あんたも見たじゃない。あれが許せるっていうの？そうだよな。俺、何やってんだろう。だけどやっぱダメだ。このままやっちまったら、きっと後悔する。だから、ごめん。ごめんな。ふざけないでよ。あんたなんかに。あんたなんかに！茶番は終わったかい？貴様！この何年にもわたり、わらわはひたすら研鑽に励んでまいった。お前の一族の知識も、益するところだいであった。せめてもの礼じゃ。その成果の一端を味わっておくれ。地獄を編み上げる。それがわら。